はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、またフラッシュライトの紹介でございます。ここ最近はですね、この TC20 だとか TN36 だとかいった、まあ、割とハイパワーなハンドライトを紹介してまいりましたけども、今回はですね、ヘッドライトです。ヘッドライトって言っても車のライトじゃないですよ。頭につけるタイプのライトです。それがこちらでございます。はい、この前のね TN36 の箱を見ちゃうと今回のがちっちゃく見えますけども、これが普通です。では中を見ていきましょうかね。はい、箱の中身は取扱説明書、ちなみに日本語でもちゃんと書いてあります。で、買ってくれてありがとうのメッセージ、交換用のオーリングと交換用の USB 端子保護のゴムキャップ、ズボンとか胸ポケットに差しとく用のクリップ、交換用のマウント、充電用の USB ケーブル、ちなみにこれはマイクロ USB です。そして本体がこちらでございます。じゃがじゃがじゃーん。はい、今回はですね、ヘッドライトとそしてハンドライトとしても使えるスルーナイトの TH30 の紹介でございます。さあ、というわけで、今回の商品なんですけども、まあ冒頭で申し上げました通り、今回はですね、ハンドライトではなくて、ヘッドライトでございますね。ヘッドライトなんですけども、ご覧の通りですね、結構この本体が長いのでハンドライトとしても、使うことが可能です。はい、まあヘッドライトということで、こんな感じで頭につけるためのバンドがついております。で、このバンドの部分はですね、こんな感じでゴムになってますので、しっかりと頭に装着することができます。そして、こちら本体を取り付けているこのマウントの部分、ここもですね、プラスチックとかではなくゴムとなっております。で、このままの状態だとこうヘッドライトがですね、くるくる回ってしまうんですけども、これはですね、頭につけた時こうゴムがですね、しなることによってしっかりと固定される仕組みとなっております。これは結構考えられてますね。そして、肝心の本体でございます。まあいつものようにですね、本体は、アルミ製ですね。まあ非常にかっちりした作りで安心感がありますね。で、バッテリーはですね、ご覧のように、本体の後ろをひねって、はい、18650バッテリーで駆動します。で、今回の商品はですね、まあ18650バッテリー、バッテリーを取り外してバッテリーチャージャーで充電してもいいんですけども、ここ、こちら本体にですね USB ポートがついておりまして、こっから充電することも可能です。ですので、こう外で、充電環境がない時にですね、モバイルバッテリーとか、あと車のシガーソケット、そういったもので、USB 充電が可能です。で、電源スイッチはこちらでございます。はい、電源をオンにするとこんな感じで、ボタンの部分も光ってですね、ついていることがわかります。で、今回のこの TH30、 最大の明るさはなんと3350ルーメンとなっております。まあ非常に明るいですね。で、こちらこんな感じで、よいしょ、マウントから外すことによって、手に持つね、ハンドライトとしても使うことができます。でもって、これ、あの下が平面でこう90度の角度ライトが向いてますので、こうよいしょ、まあ、机とかに立てといてね、まあ、スタンドライトとしても使うことができそうですね。で、ヘッドマウントを外している状態であれば、このクリップをつけることができますので、こんな感じでクリップを取り付けておくことによって、こう服にね引っ掛けておくことも可能です。まあ、こうやって服につけておけば、この状態でも使うことが可能ですね。とか、服じゃなくてズボンのベルトにつけておけば、腰につけて使うライトとしても使えますので、まあ本当非常に幅広く使うことができます。はい、頭につけるとこんな感じです。ちょっと俺髪の毛が長いからさ、あんまりこれ似合わないんだけどね、こんな感じでつけられます。じゃあちょっとこの真っ暗な部屋の中で最大の明るさにしてみましょうか。おー、明るいなー、相変わらず明るいね。まあさすがにね、 TN36 ほど明るくはなんないですけども、でも明るいよ。ここにだって TC20 をつけたらさ、ほらやばいね、超明るい。それでは実際に外に行って明るさとかを見てみたいと思います。はい、それでは今から実際に外でテストします。まずは一番暗いモード。はい、これついてるんですけどもね、ちょっとカメラだと分かりづらいかもしれないですね。まあ本当にあの手元とかをあんまり明るくせずにちょっと見たい時に、使うぐらいでしょうかね。では続いて次の明るさ。はい、これでまあ結構明るくなりますね。まあ1メートルぐらい先を今照らしてますけども、1メートルぐらい先を、明るくできます。では、次の明るさ。はい、明るくなったのが分かるかと思います。まあ、3メートルから5メートルの先を、照らすのに十分な明るさですね。では次、はい、また明るくなりました。ちょっとカメラだと分かりづらいかもしれないですけども、まあ、10メートルぐらい先を照らせる感じですね。で次、
はい、これで結構明るくなりました。まあ、今回のはねそんなにスポットが強くなくて広い範囲を照らすライトですので、まあ、遠くを照らすのにはあんまり適さないですけども、まあ、それでもですね奥行き10メートルぐらいは余裕で照らしてますね。では、ターボモード行ってみましょう。はい、これが最大のターボモードです。これはね超明るいですよ。かなり遠くまで余裕で照らします。ただ、発熱がね結構ひどいので、まあ、あんまり長時間のターボモードでの運用はやめた方が良さそうです。もうすでに暑くなってきました。で今回のライトはクールホワイトではなくニュートラルホワイトですので、まあ、目を突き刺すような明るさではなく割と目に優しい感じの色になってますね。まあそれで先ほどちょこっと言いましたけども、今回のライトはそんなにこう中心のスポットが強いわけではなくて割と広い範囲を照らすライトとなっております。まあ、ですので本当に何か作業をするときとかは結構使いやすいライトだと思います。はい、現在ですね同じ3000ルーメン級の明るさの TC20 をつけております。現在ターボモードですね。で、比較として左側に今回の TH30 をターボモードでつけます。両方同時につけるとこんな感じですね。右側が TC20、 左側が今回の TH30、まあ、これを見ていただければ今回の TH30 結構目に優しい感じだっていうのがお分かりいただけるかと思います。対して、TC20 の方はですね、まあ、結構スポットの明るさもありますので、まあ、遠くを照らすことができますね。ただちょっと近くで何か作業をするのに使うとなるとですね、ちょっとあの目が痛くなるかもしれないですね。うわちょっとまた虫が集まってきちゃったからもうこの辺にしとこうか。はい、という感じでございまして、うわーてかもう本体も熱くなってきちゃった。はい、というわけでですね今回はこちらスルーナイトの TH30 の紹介でございました。まあこれね非常に明るいのでキャンプですとか山登りですとか魚釣りといったねそういうレジャーに持っててもいいでしょうし、あとはもちろんこう建設とかでねお仕事で使うのも全然いいと思います。まあとかね普通にあのこれ頭につけるだけじゃなくてこうハンドライトとしても使えますので非常に便利に使うことができるかと思います。はい、でこちらのお値段なんですけども、Amazon でですね9795円となっております。ちなみにこれバッテリーがセットですね。はい、18650バッテリーがセットで、9795円となっております。まあ1万円近いということで結構値段はしますけども、まあそれでもお仕事で使う方であればやっぱり安全に関わる部分ですので、まあこういったいいものを持っておいて損はないかと思います。まあ今回の商品のこのデメリットとしてはですね、まあこのハイパワーシリーズ毎回なんですけども、ちょっと暑くなるのが早いですね。まあ特に今が夏だからっていうのもあるかと思いますけども、やっぱりこのターボモードにしてるとですね結構早い段階でこの本体が熱くなってしまいますので、まあ、なのでやっぱ常時ね強い光で運用するのはちょっと厳しいかもしれないですね。まあこれは仕方がない部分でもあるんですけどね、やっぱ強い光を出せばその分熱が出ますので本当仕方がない部分ではありますけども、ちょっとまあ発熱が気になるかなっていうところです。というわけで、今回はこちらスルーナイトの TH30 の紹介でした。それではじゃあな。